人遠藤航。タフでクレバーなプレイが持ち味の遠藤選手にぴったりよね。そうだな、先日行われたノッティンガム・フォレストとの試合でも、後半からの出場でありながら、守備で存在感を示しチームも見事に勝利を収めたんだぜ。もう完全にチームになくてはならないプレイヤーになったわね。だな。というわけで、今回はリバプール対ノッティンガム・フォレストの試合を振り返りながら、遠藤選手の最新の話題について見ていくぜ。いいわね、どんな話題が上がっているか楽しみよ。それじゃあ早速、先日3月3日に行われたリバプール対ノッティンガム・フォレストの試合を振り返っていくぜ。ノッティンガム・フォレストとのアウェイでの試合に臨んだリバプール。現在リーグ首位をキープするリバプールにとっては、2位のマンチェスター・シティと差をつけるためにもなんとか勝利を収めたい一戦。試合は序盤からお互い一歩も譲らない一進一退の展開になったわね。そしてリバプールにとっての待望の瞬間が訪れたのは、後半アディショナルタイム。後半アディショナルタイム9分のコーナーキックを獲得し、得点のチャンスを得たリバプール。キッカーは、ミッドフィールダーのドミニク・ショボスライ選手。ゴール前に上がったボールは一度は引かれるものの、遠藤選手の執念のチェイシングにより再びボールを奪い返すんだ。そしてマック・アリスター選手からの浮き球のラストパスを、フォワードのダルウィン・ヌネス選手がゴールに押し込み待望の1点を獲得。これが決勝ゴールとなり、リバプールは見事に勝利。アウェイでの厳しい戦いの中、見事勝ち点3をゲットしたんだ。今回、遠藤選手は後半からの出場だったけど、決勝点にもしっかり絡む活躍。やっぱり頼りになるわよね。だな、今回の試合での遠藤選手の活躍に。完全に流れを変えた。出て勝利を呼び込むのすごいのよ。遠藤神だな。といったファンや各メディアからも称賛の言葉が送られたんだ。ファンも今回の劇的なリバプールの勝利に大興奮しているわね。だな、そして、今回も決勝点にも絡む見事な活躍を見せた遠藤選手は、今回の試合について、怪我人が帰ってきてポジティブな要素が多い。とコメントした上で、左足はまだ完璧ではないですけど、今日やってそんなに痛みはなかったので、大丈夫だと思います。と、すでにこれから先の試合にも意識を向けていたんだ。さすがの意識の高さね。正直今回の試合はスタメンじゃなかったから、左足の怪我がやっぱり悪いのかと心配してたけど、本人からこの言葉聞けたから大丈夫そうで安心したわ。そうだな、そして今回の試合についてリバプールの指揮官であるクロップ監督も答えてくれたぜ。まず、今回の試合で決勝点を決めたヌネス選手について、3ポイントをもたらす重要なゴールだったね。非常に決定的であり、彼は完璧にそれに値するよ。と、称賛の言葉を送ると、続けてこう語ったんだ。11日間で4試合はいつだって難しい。特に今のチーム状況ではね。スタートがうまくいかなかったのは明らかで、リズムを作れなかった。プレースピードや適切なスペースを見つけられず、ボールの後ろに選手が多すぎたと思う。いくつかチャンスを作ったが、決定的ではなかった。それでも、どうすればいいかを示すチャンスはあったと感じていた。ハードスケジュールの中行われた今回の試合、特に立ち上がりはやはり不安定なシーンも見られたわね。そうだな。その上アウェイ戦ってこともあって、さらに厳しい状況だったことには間違いないな。後半はさらに難しくなった。タイを、アオニー、いや、アンソニー、エランガ、モーガン、ギブス、ホワイトなどカウンターやスペースを活かせる選手が相手におり、本当に厳しかったね。それでも最後の瞬間では、フォーバックとキーパー、クイービーン、ケレハー、渡るが難しい状況を守ってくれた。オープンな展開となった中、マッカが98分にアイデアを思いついて、素晴らしいボールを送り、そこにはダルウィンがいた。最後には最高にクールな午後になったね。後半になって敵の攻撃も激しくなる中、遠藤選手が入ってから守備が安定してきたように見えたわ。そうだな、やっぱりこの遠藤選手が入ることによってもたらされる安定感も強みだよな。間違いないわね、本当遠藤選手の存在は大きいわね。あー、ちなみに俺たちと同じように感じているファンも多く、後半に遠藤選手が途中出場する際には、来たー、うおー、起きてた甲斐あった、鉄人すぎる、大物感がすごい、といった歓喜の声が上がり、大熱狂に包まれたんだ。私もみんなと同じく、思わず声出ちゃったもの。ただ、中にはやっぱり遠藤選手の左足の怪我を心配するファンもいて、頼むから遠藤だけは壊れないで、もうちょい休んで、休日出勤、大丈夫なん？怪我だけは、
といった心配の声も見られたんだ。確かに遠藤選手のプレーを見られるのは嬉しいけど、怪我のこと考えたら安静にしてほしいわよね。これからも厳しい戦いが続く中、コンディション整えるのも大事だよな。怪我もしっかり治しつつ、より万全に近い状態で試合に臨んでほしいぜ。私もそう思うわ。ここからは今回のリバプール対ノッティンガムフォレストの試合について、各メディアから遠藤選手に対する評価を見ていくぜ。まず、イギリスメディアフットボールインサイダーは遠藤選手に10点満点中7点をつけ、日本の選手がピッチに立つと、たちまちリバプールに威厳を取り戻させた。と評価続いて、リバプール専門メディアも同じく7点をつけ、いつも通り空中戦で多くの勝利を収めたが、出場時点で少し疲労の表情を浮かべていた。とコメント。厳しいスケジュールの中でも、最善を尽くす姿勢を称えたんだ。他にも同じく7点をつけたクラブ専門メディアは、彼が投入され、レッズの中盤の形が格段に良くなった。地味ながら効果的。と遠藤選手の重要性について述べたんだ。地味かもしれないけど、チームの体制を立て直す選手って貴重よね。次に、イギリスメディアリバプールエコーは遠藤選手について6点をつけ、フォレストの攻撃をブロックしようとトライした、警告の可能性を一度回避している。と、守備面について評価したんだ。最後に、リバプール専門メディアディスイズアンフィールドの評価点は7点。ファイナルサードでは大きなプレーはなかったが、素早いプレーで組み立てていた。とコメントを残したんだ。どのメディアも遠藤選手のプレーに高評価。さすが日本代表キャプテンね。俺らは一ファンとしても誇り高いぜ。最後は、今回のノッティンガムフォレスト戦で見られた遠藤選手のとあるアクションについて触れていくぜ。へえ、面白いわね。どんなアクションかしら？そのアクションが行われたのは、決勝ゴールが決まった直後のシーンだ。遠藤選手はゴールが決まると、何度も宙を殴るアクションを視感上を爆発させる様子が見られたんだ。この姿にイギリスのとあるメディアは、日本人ミッドフィルダーは、決勝ゴールが決まった直後に、何度も宙を殴り、まるでチームメイトにゴールを決めた選手を追いかけるよう呼びかけているかのようだった。と伝えたんだ。また同メディアは、去年の8月に移籍してきた遠藤だが、ヌニエスの決勝点を見た瞬間のリアクションで、彼のクラブに対する情熱は誰の目にも明らかだった。と遠藤選手の激しいアクションは、リバプールに対する強く熱い思いの表れであると見解を示したんだ。先日プレミアリーグ初ゴールを決めた時も腕を力強く振り上げるアクションをしていたわね。普段クールな遠藤選手のあんな感情むき出しの熱い様子を見ると見てるこっちも熱くなるわよね。そうだな、一緒におたけびをあげたくなるよな。さらに同メディアは、遠藤のリアクションはファン全員があの瞬間に感じた歓喜を凝縮したものだったと伝え、遠藤選手の思いの強さに同調したんだ。またこの遠藤選手のアクションは SNS 上でも注目を集め、ファンからは喜び方かわいい、興奮した、右手ブンブン回して喜びを爆発といった声が多く寄せられたんだ。普段のクールな姿とのギャップもいいわよね。これも遠藤選手の魅力の一つだよな。間違いないわね。次のゴールシーンも遠藤選手がどんなリアクションを起こすか気になるわね。そこのところも合わせて注目だな。これからもリバプールにとっても遠藤選手にとってもハードな日々が続くが、ますますの遠藤選手の活躍に期待だな。そうね、次の試合も楽しみ。これからも遠藤選手を応援していくわよ。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。次回の動画もお楽しみに。